はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数3の楕円丸2をお送りします。で、この動画ですね、昨日投稿したんですよ。で、ちょっとミスが発覚して投稿してすぐ削除させてもらいました。で、撮り直してるんですけど、その短い時間だったんですが、そこで見ていただいた方とか、高評価つけていただいた方、ありがとうございました。すいません、ちょっとね、ミスってしまって。で、今回は前回ポイントをやったので問題演習4つやっていきます。なので、ここで1回動画を止めていただいてチャレンジしてみてください。で、確認してもらって、ちょっと厳しいのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、喉の風邪をひきまして、ちょっと喉今なんか病院行ったら真っ赤に腫れてるらしいんですけど、で、薬塗ってるんで若干今良くなったんですが、多分咳込む。ちょっとね、聞き苦しかったらごめんね、申し訳ないんですけど。で、今回は、頂点と焦点求めに行きます。で、まあ楕円なんですけど、まずはこのオーソドックスな形からいきましょう。これね。で、1個復習です。前回楕円のポイントをやりましたが、楕円は横長もしくは縦長です。でも、どっちにしろ方程式、まあ、そのね、公式というか方程式の形は a2 乗分の x2 乗プラス b2 乗分の y2 乗イコール1ですよね。どっちにしろこれだと、使うのは。で、この状態今なってますよね。で、なってるってことは a2 乗、まあ、a と b の数がすぐ分かります。で、 a と b の数が分かってしまえばもうすぐ解けます、頂点も焦点も。で、もしくはこれプラステストで長軸と短軸の長さ出せよみたいな出てくるかもしれません。でも、それもすぐ解けます、 A、B が出せればね。で、この状態からまあ、A2 乗が9なんで A は3ってすぐ分かります、2乗したら。まあ、今プラスだけで考えるからね。で、 B は2乗して4なので2ってことが分かります。で、この問題だけちょっとグラフを書いてみましょう。ちょっと右に詰めますね。どうしようかな、ちょっとこの辺でいきます。こうだね。で、横長なのでフリーハンドで申し訳ない、いくよ。まあ、こんな感じだと思ってください。で、この数が何を表してるかっていうと、ごめんねA が3なので、ここの座標が3で、こっちが裏返しだよ、マイナス3なんです。で、B が2っていうのは、ここが2で、ここがマイナス2っていうことが分かります。だから、まあ、2乗か、2乗だけで考えてもいいんですけど、A の方が大きかったら横長です。いいね。B の方が大きかったら縦長になります。で、まあ、横長だと。で、まず頂点から行きましょう。で、頂点ってどこかっていうと、頂点はこの4箇所です、ここ。ってことは、まず X 軸の方から考えると3、0とマイナス3の0ですよね。だから3の0マイナス3の0、ちょっと入らないんでちっちゃく書くよ。で、あとこっちね、02とあとは0のマイナス2と、この4つが頂点になります。で、もう1個焦点ですね。焦点は公式がありました。使うのは2パターンです。それが、ルート A2 乗マイナス B2 乗か、ルート B2 乗マイナス A2 乗、どっちかです。使う数字としては。で、これの覚え方は簡単で、今 A2 乗9、B2 乗4ですよね。でっかい方からちっちゃい方引いてください。今 4-9 にしちゃったらルートの中マイナスになります。いい？それは困ると、ここでは。だからプラスになんなきゃいけないから、今こっちですね、使うのは。ってことは、9と4入れれば中身が5になるんで、今はルート5ですよね。ここ A2 乗が9、 B2 乗が4だから入れればルート5だと。で、それが焦点で使う数字です。もちろんここにこう、これの0みたいな、で、こっちは0のこうだよって覚えても構わないんですが、横長ってことが分かれば焦点は絶対に X 軸に乗りますよね。横長だから X 軸、縦長だったら Y 軸に乗るから。いい？ってことは、横長で、X 軸に乗るので、ルート5とマイナスルート5です。つまり、焦点は、ルート5の
0、そしてもう一個マイナスルート5の0とこの2つが答えになります。で、さっき言った長軸と短軸なんですが、長軸は長い軸です。今長いのは横ですよね、横長だから。で、この3からマイナス3までが長軸、つまり3からマイナス3、長さ6ですよね。つまり長軸答えろって言われたら6です。短軸は短い方、2からマイナス2だから4と答えてください。で、外形をもし書けって言われたら、まあ、これこれとあれか、頂点と、ちょっとちっちゃくごめんね、ルート5とマイナスルート5って、頂点の座標を書いて窓 O とか XY 書けば、まあ、大体テストの時ね、こう軸は与えられてると思いますけど、書かせるんだったら、まあ、こんな感じで書いてください。よし、じゃあ次行きましょう。で、まあ次困るのは、この形になってないじゃんって話なんですけど、まず、ごめん、左辺が分数云々ではなくて、右辺が1になってるかどうか、そっからチェックします。これなってないんだよね。じゃあ1します。そこが大事。で、1にするためには、全体4で割る必要があるので、4で割ると、4分の x2 乗、プラス、ここ y2 乗なんですけど、ちょっと分かりやすくなるように、こう書きます。1分の y2 乗、イコール1と。で、右辺1になった。で、左辺もね、分数に無理やりですけど、なったので、もうこうやって頂点出すことができます。頂点をね。で、一応確認すると、2乗して4だから、A は2です。で、B は2乗して1なんで、B は1と分かります。だから、頂点は、これも A の方が、まあ、A2 乗の方が大きいですよね。つまり横長。これと同じです。なので、まあ、頂点の座標、まあ、A 使って、まず2の0。そして、マイナス2の0。で、こっちが、Y 座標の方、あと Y 軸の方なので、0、1と0のマイナス1と、この4つになります。で、もう一個、焦点ですね。は、さっきと同じです。大きい方からちっちゃい方を引くと、4引く1で3です。つまり、ルート3を使うと。で、横長だから X 軸に乗ってるんで、ルート3の0、そしてマイナスルート3の0と、これで終了となります。あの、前回間違ったの、ここ書き間違ったんです。逆に書いちゃってね。で、今取り直してるんですけど、まあ、こういう風に求めてください。じゃあ3番いきましょう。で、3番はですね、今度、いや、1なってますみたいな。でも、こっち分数なってないんですよ。で、右辺が1になってたら、これはもういじれないので、全体を何かで割るみたいなことはできません。ここを動かしちゃいけないんでね。でも、分数になってないとわからないから、これ、ここを無理やり分数にします。で、これ先にね、結論書きますね。ここ。9x2 乗。これを無理やり分数にすると、まあ上こうですよね。下何が来るって言ったら、ここ9分の1が来ます。つまり9分の1分の x2 乗。まあ分数分の分数ですね。で、同じようにここ4のとこも、こうなってここに4分の1が来ます。これが変化のさせ方。で、なんでこれと 9x2 乗とこいつが同じかっていうと、これ小学校の時に、分数5分の2って、2割5。まあ、これ習いましたね。まあ、分数ってのはこれと一緒なんでね。割り算すると。で、同じように考えると、x2 乗割る9分の1になりますよね。これ。これと同じように考えれば。割る分数っていうのは、かけるに直して逆数にするから、かける9になる。つまり 9x2 乗戻りますよね。だからこれ OK なの。この変化のさせ方。で、これでいいと。で、分数が来てますけど、上が x2 乗、y2 乗、そして1になってるので、もうこれで解けます。いいかな。で、こっから分かること。まず A は2乗して9分の1なんで3分の1です。B、2乗して4分の1なんで2分の1と分かります。で、気をつけなきゃいけないのは、B の方が大きいっていうとこですね。まあ、B、2乗どっちでもいいですけど、A、3分の1は 0.333。2分の1は 0.5 なんでね、こっちの方が大きい。つまり縦長なんです、今。B の方が大きいから。
ただ、焦点に関しては、意識、そこのね、縦長横長意識せずに書けるので、まず、A の使って、3分の1の0。そして、それの負のバージョン。マイナス3分の1の0。そして、こっち、B を使って、0の2分の1。そして、0のマイナス2分の1と。これが頂点、4つですね。まあ、ここは問題ないんですけど、まあ、気をつけるのは焦点。こっちですね。で、焦点は今 B2 乗の方が大きいので B2 乗から A2 乗を引きます。つまり4分の1からこれを引く。で、ルートが最後つきますけど、さっきとこれ計算しちゃいましょうか。通分します。36分の9引く36分の4なんで36分の5になります。で、ルートがつかなきゃいけないからこうなってる。で、これを直すと分母の36はルート36なんでね、6になると。ただ5は出てこれないので6分のルート5という数が出てきました。で、あとは縦長なんで、いい？焦点は Y 軸にくっついてる。つまりこういうパターンではなくってこっちね、 Y 座標に数字がくっつきます。そしてもう一個、その負のバージョン、これで終了となります。これね、いいかな。で、ラストです。で、ラストはまず右辺がね、16がいるので1にしたい。つまり16で割りましょう。割ると16分の 9x2 乗、ここは16分の y2 乗、いい感じになりましたね。イコール1です。まあ、こいつだよね。16分の9、これが困ると。で、さっきこの形に直したんですが、これ、こういう変化させたいとき、楽にやる方法があって、前にくっついてる係数ありますよね。今9。それ、無理やり分数に変えると1分の9ですよね。それをひっくり返してここにつけます。つまり逆数にして分母に持ってくればいい。だから、あいつ16分の9になってるんで、逆数、9分の16にしてしまって、書き換えますよ。x2 乗。で、ここに9分の16で持ってくればいい。これで完成です。いいかな？まあ、楽にするんだったらこうやってください。で、こっから、まず A 行きましょう。2乗して9分の16。つまり3分の4。B 2乗して16だから4と分かります。まあ、もう数見て分かるように B のが大きいです。つまり縦長。今回ね。で、ちょっと計算の幅を使いたいので上に載せます。頂点は同じようにまず A を使って3分の4の0、そしてその負のバージョン、マイナス3分の4の0、そして B を使って0の、ほいほいほい、間違った、4と0のマイナス4と、まあ、この4つはね、普通に書けると思います。同じだからね。で、問題がその焦点の方なんですよ。これちょっとめんどくさくって。さっきと同じように、でかい方、B2 乗から A2 乗引きますよね。つまり今書くと、16引く9分の16のこうなります。求めたい、まあ、使いたい数を求めるにあたってね。で、もちろん、これをね、9分の 16×9 で計算してやっても全然いけます。そんなに大きくなんないんで。数としては。全然解けると思うんですけど、ちょっと、まあ、こういう工夫の仕方もあるんだよっていうのをせっかくなんで紹介させてください。まず、中身計算するにあたって通分はしますね。で、上にも9かけるから、こうなりますよね。本当は計算するんですよ。16かける9を。でも、あえてこのままにしておきます。で、これどうなるかっていうと、こっちあえて1って書けば、ちょっとルートは後で書きますね。下は9分ので変わりません。でも、16×9 引く 16×1 何かっていうと 16×8 なんですよ。これ 16×9 引く 16×8 これ上だけ見てもらった時に16でくくり出したら16×9引く1になるんで 16×8 ですよね。で、ああなる。で、さっきも言ったようにこれにはルートがくっつきます。こうなってるからってなったら、下はさ、ルート9だから3になりますよね。で、上も掛け算っていうのは、ルート16かけるルート8に分けることができるので、ルート16は4、ルート8は2ルート2ですよね。って考えれば、
3分の8ルート2と出すことができます。まあ、もちろんさっきも言ったように普通に計算しても全然いいんですけど、もっと数が大きくなった時とか、めんどくさい時にこういう工夫の仕方、これ絶対時間短縮持っていけるので、まあ、こういうやり方もあるんだというのを頭の片隅にでもね、置いといてください。3分の8ルートにね、これ覚えておかないと忘れるからね。よいしょ。じゃあその数使って最後。蓋ができない。焦点。書きましょう。で、縦長ですよね。縦長なので Y 座標に入れるから、0の3分の、なんだっけ、8ルート2か。こうか。で、それの負のバージョン。0のマイナス3分の8ルート2と。これで終了となります。多分ね、書き間違ってないと思うんですけど、まあ、もしまた書き間違ったらね、取り直しやりますんで。まあ、こんな感じで、ぜひね、やってみてください。では、今回は、高校数学、数3の楕円丸2をお送りしました。今回もね、最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。で、次回、丸3でまた問題演習やります。で、そっちは、前に撮ってるので、もっとちょっと喉の調子が悪いんですけど、まあ、よかったらそっちもぜひね、見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。